フリードリヒ一世は、マイセン返境博、中林源法博、ユーカン博、噛みつかれた博という二つのあだ名を持つ。アルブレヒト二世と神聖ローマ皇帝フリードリヒ二世の、娘、マルガレータの次男。伝説によれば、母は公職の父と仲たがいして旅立つ前、フリードリヒの方を噛んで、フランクフルトアム前にへ去っていったため、噛みつかれた博の名がついたとされる。 ことの真偽はともかく、父とは不仲であり、兄のハインリヒ、弟のディーツマンと共に、叔父のランツベルカ編教博、ディートリヒの元を頼った。なお、ハインリヒは1283年に、行方不明となった。1268年、母方のいとこのコンラディーノがイタリアで廃止すると、法園主タウ編長の相続権を主張、エルサレムを、シュバーベン大公を自称したが、 実行力はなかった。その後、父がイボテアピッツにチューリンゲンを継がせようとしたことに反発、内戦を始めた。はじめは、父が優勢で、フリードリヒが捕らえられるなど劣勢だったが、やがて巻き返しに出て1288年に父を捕らえ、翌1289年には僕。1291年に、重帝のフリードリヒ・トゥタが亡くなり、その医療を、 ディーツマンとともに相続したが、チューリンゲンは、父が、ローマ王アドルフに、売却、1298年に、アドルフが戦死して返還された。1307年、ディーツマンが亡くなったことで、チューリンゲンを相続した。しかし、ブランデンブルク返京博、バルデマールとの争いに敗れて、捕獲、1312年、解放と引き換えに、ラウジッツを活上せざるを得なかったが、 1319年に、バルデマールが、1320年に、ハインリヒ2世が死去、アスカーニエン家が断絶した隙をついて奪われた領土の大部分を取り戻した。1321年に、脳卒中が起こり麻痺、1323年に死去。1286年、チロルハク・ケ,ンケルン天皇、マインハルトの娘アグネスと結婚、一死を設けた。フリードリヒ。 ザクセン・ビッテンベルクコー・アルブレヒト2世の娘アンナと結婚1300年、エリーザベト・フォン・アルンス・ハウクと再婚2死を設けた。エリーザベト・ヘッセン・ホーハク・ハイン・リヒ2世と結婚。フリード・リヒ2世。ありがとうございます。